どうも皆さんこんにちは、ドズリです。今日はねハイブリッドに、リアルタイムで挑んでいきたいと思うんですけれども、注目すべきはですねダークスペル、呪文をねダークスペルのみで、挑んでみたいと思います。ポイズン1つ、アースクエイク4つ、ヘイスト4つと、どれもレベル1なんですけれども、まあ、これでねハイブリッドをやってみて、まあ、どれだけねダークスペルが通用するのかっていうのをまあやってみたいと思います。まあ、クラン対戦でこの呪文編成はちょっと冒険なんですけれども、3つ取れればいいなと頑張っていきます。で攻めるベースこちらになっているんですけれども、まあ、今壁をしているところらへんに、まあ、アースクエイクで、横から壁を開けてですね、対空砲2本と、アーチャークイーン、そして、エアスイーパー、援軍の処理、ここまでね頑張ってやっていければ、かなりね陸パートでまあ、攻めていけるんじゃないかなと思ってアースクエイクを使います。まあ、今大砲があるんで、この大砲をね狙わせていきたいと思います。ちょっと緊張しますね。はい、いきます。まずはこれ、はい、ウィザード出して、もう一体これウィザードを出していきます。アーチャークイーン、アースクエイクをそろそろ打ちましょうかね。アースクエイクで壁を開けていきます。いい感じ、いい感じ。あ、援軍が上に連れてしまった。とりあえずババキンを出してポイズンをかけます。ポイズン、よし、ウィザード溶けろ。ネクロがいますね。これで陸部隊が頑張って対空砲まで行ってくれればいいんですけれども、あ、行きましたね。これ対空砲までがっつり、よし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 、いい感じいい感じ。ヒーローの体力もまだだいぶあります。じゃあ空行きましょう。ラバー、グローバル、ヘイストを使っていきましょう。ヘイスト4つあるんでね、だいぶたくさん使っても大丈夫。グローバル、あー、空部隊ちょっと良くない、あんまり良くない攻めだ。どうでしょう。あ、でももう防衛施設ほとんどありませんね。ヘイストーン残り1個、あ、これ余裕ですわ。うわ、すごい。思ったよりね陸パートがかなり頑張ってくれて、そんなにやわいベースじゃなかったんですけれども、アースクエイクが意外にもすごいですね。これアースクエイクのおかげで、陸パートがね伸び伸び攻めれるっていうか、かなりねその思ったより進行できたので、それによってその空パートを結構失敗したんですけれども、出し方的にかなりね余裕を持って星3つこれは来たんじゃないでしょうか。時間もまだまだ余裕があります。しゃ、来ました、星3つ、いただきました。これすごいいいですね、この戦術なかなか。ヘイストンもねもうちょっと使い勝手っていうか、その使い方をもうちょっと改善できると思ったんですけれども、黒バレの出し方とかもひどかったですけれども、全然余裕で星3つ取ることできましたね。まず陸パートなんですけれども、ゴレ、ここいいですね。ちゃんと予定通り、進めていきました。でここからアースクエイクで壁を破壊していくんですけれども、やっぱかなり広いですね。タウンホールのあるところのスペースまでしっかり壁が空いているので、これによって、ゴーレムがねちゃんと中まで進行できるという、かなりいいんじゃないかなと思いました。で援軍の処理がねポイズンでもう黒バレ以外はほとんどできたっていうのもやっぱ美味しいところかなと思いますね。いや、これ今からこのもしかしたらダークスペルオンリーのハイブリッドかなり流行ってくるかもしれませんね。いや、今回結構実はですね、少しネタのつもりだったんですけれども、思ったより、強くてびっくりしています。自分でもここから、空パートがちょっとね
あの黒バルがやっぱ初め出すの少なかったですね。もうちょっとラバを広く2体出して、で黒バルを守ってあげた方が良かったかなと思います。まあ、それでも、ヘイストがね4つ使えて、今回ヘイストを全然、効果的な場所にかけれてないんですけれども、もっとねそのうまくかけれればかなり、早く対空砲に黒バルを到達させることができるの で思ったよりこのヘイスト4つっていうのは、まあ、レイジ2つよりも、強いってことが今回ね改めて実感できました。いやこれはなかなかいいですね。黒バル2体残して、全然余裕で、防衛説全開できました。ということでダークスペル、全部ダークスペルでね、ハイブリッドやってみたんですがいかがだったでしょうか。この戦術なかなかいいなと思った方はぜひグッドボタンを押してください。ということで、今日はねハイブリッドに、リアルタイムで挑んでみました。今日はこの辺でまた明日、バイバイ。